私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュー。例えばこんな動画がいっぱいです。フレ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 アミンチューよ。私たちは甲賀市南口中央公民館で活動している南口園芸クラブです。私たちは園芸を楽しむサークルです。山野草の寄せ植えや鉢物の植え替え等をしています。作品は自宅で飾ったり文化祭に出品し、地域の方々に見てもらっています。活動日は月1回第3水曜日の9時半から11時半まで行っています。季節ごとの風情を楽しめるところかなと思います。年齢は問わず参加していただけますので、ぜひ一度気軽に見学にお越しくださいますようよろしくお願いいたします。いつもみんなと楽しく活動しています。アミンチュ。次はこれ。クイズ滋賀道。問題です。この実はあるものにして食べます。さてそのあるものとは何でしょう。クイズ滋賀道。情報提供者に会いに甲賀市へ向かう取材班。やってきたのはこちら、水口歴史民俗資料館。職員の佐野さんにお話をお聞きしました。この実は一体何ですか？はい、こちらは夕顔の実というウイカの植物になります。夕顔の実ってこんなに大きいんですね。スイカのように畑で栽培されるもので、夏の暑い時期に収穫して皮を剥いて天日干しし、皆さんの普段食べるようなかんぴょうの、原料になるものです。ということで問題の答え、この大きな実はあるものにして食べます。そのあるものとはかんぴょうでした。でもこんな大きな実をどうやってかんぴょうに？こちらの夕顔の実は、足踏み式の皮むき器というもので、皮を剥いて、作られるものです。足踏み式皮むき器で中央にある棒に、夕顔の実を刺して、足元にあるペダルを踏んで回転させて、手に持ったカンナで、皮を剥いて帯状にします。そして帯状にした後天日干しして、普段皆さんが食べておられるようなかんぴょうの形に、乾燥したものが届けられます。そういえば水口かんぴょうってよく聞きます。なぜ水口でかんぴょうが盛んに？一説には、水はけの良い土地という土地的な 理由が挙げられると思います。ただ甲賀郡内には自家栽培という、形でいろんな家庭で、もともと夕顔の実を栽培しているということが、あります。ところで夕顔の実の栽培には何か特別なことを？
一般的な果物を作るみたいに畑に畝を作ってそこに種をまいて、半年ぐらいして、大きなスイカのような形で、果物の実が出来上がります。半年ほどで本当にスイカみたいですね。ユウガオの実は他にも食べ方はありますか？こちらのユウガオの実は、ぶつ切りにして他の野菜と一緒に炒めたりお鍋で炊いて食べたりすることができます。炒めたり炊いたりしても食べられるんですね。はい、実際に私もこちらのユウガオの実を、ぶつ切りにしたものを食べたことがあるんですけれども、非常に、柔らかくて甘みがあり美味しいと思いました。どんな野菜と味が近いんでしょうか？多分冬瓜のようなものに近いと思うんですけれども、ただ冬瓜よりも甘みが強いかなと思います。かんぴょうを作る時も甘い匂いが？皮を剥いている最中に甘い匂いっていうのは多少、立ち込めてきて、見ているこちらも非常にワクワク、するものです。こちらでユウガオの実やかんぴょう作りについて学ぶことはできますか？はい、こちらではユウガオの実と足踏み式皮むき器を展示しておりますので、どうぞ水口歴史民俗資料館の方にお越しください。クイズ滋賀道、滋賀にまつわる伝説や謎の情報の提供大歓迎。次はこれ。こんにちは、蜘蛛の助副隊長です。今日は大洲市上田中見の桐生キャンプ場にやってきました。これからこの奥にある明治時代に作られたあるものを見ていきたいと思います。その昔この田中見山一帯では良質なヒノキが育っており、奈良時代より重要な建築材料として切り出されていました。繰り返された伐採の結果山は荒廃し、土石流による土砂災害がたびたび起きるようになったそうです。そのため明治時代に入ってから治山の一環としていくつもの砂防堰堤が築かれました。その中の一つがこのオランダ堰堤です。このオランダ堰堤は明治22年に完成し、今も稼働している砂防堰堤です。階段状に積んだ切り石と緩やかな曲線が特徴の美しい堰堤で、滋賀県内においてはもちろん、石積み砂防堰堤としては、国内で最も古い堰堤の一つにも数えられている、とても歴史のある構造物なのです。石積みを階段状にすることで上流から流れてきた水の勢いをここで減少させ、水たたき部、この底の部分ですね、こちらが削れるのを防ぐ役割も果たしています。
次はこれ。私たちは大津市出て公民館で活動しています。よしぐれサークルゆりかもめです。私たちよしぐれサークルゆりかもめは、優しく素朴なよしぐれの音色に魅了された15人の仲間が集まったサークルです。私たちは楽しく愉快にをモットーに、クラシックから演歌まで幅広い曲を練習しています。活動日は毎月第1、第3金曜日午後1時15分から3時までです。ヨシブエの優しい音色に癒されてみんなで楽しく練習しています。年齢性別は問いません。初心者の方大歓迎です。気軽に一度見学にお越しください。お待ちしております。よしぐれの優しい音色をお届けします。アミンジュ。フレ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 。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。今日のエンディングはこちら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで。ウェブアミンジュで。